海援隊道場インフォメーションです。今回は8月9日に行われた海王トーナメントをお届けいたします。海王トーナメントは優勝するには4試合を勝たなくてはいけない過酷なワンデートーナメント。このトーナメントは特別ルールで行われます。1回戦2回戦は10分1本勝負、引き分けた場合は2カウントルールの延長戦、それでも決着がつかない場合は1カウントルールの再延長戦となります。ヒルノミにて行われたトーナメント1回戦、タンク長井対吉野幸太郎。タンク長井が変形バックブリーカーで勝利、2回戦に進出です。トーナメント1回戦、リッキー富士対滝沢大志。序盤から攻めるリッキーでしたが不意をついた滝沢、スクールボーイを決め2回戦進出です。トーナメント1回戦、柏大五郎対関根隆一。坊主連合対決となったこの戦いは5分2カウントルールの延長戦へ突入。最後は関根が勝利、2回戦進出です。トーナメント1回戦、真下健吾対虎口義弘。昨年度の覇者である真下の登場、その実力を見せつけます。武道が決まり、真下健吾が2回戦進出です。トーナメント1回戦、佐藤悠基対高道信。延長戦でも決着がつかず、ワンカウントルールの再延長戦へ突入。目まぐるしい攻防の末、佐藤がニュートルネードクラッチを決め、2回戦へ進出です。トーナメント1回戦、本田歩夢対カジトマト。SNL 対決となったこの戦いは、カジがレッドアイを決め2回戦へ進出です。トーナメント1回戦、小島邦夫対日野雄二。ストロンゲスト系チャンピオン日野の登場、攻撃を受けながらも試合は終始小島のペース。しかし日野の豪快なクローズラインが炸裂、日野が2回戦進出です。トーナメント1回戦、ヒロトーナイ対朝日しおり。ファイティングコンピューター朝日のオクトバス弓矢固めが決まり勝利、朝日しおりが2回戦進出です。ここからはトーナメント2回戦、2回戦も特別ルールで行われます。トーナメント2回戦、タンク長井対滝沢大志。スピアアタックルを決め準決勝戦進出です。トーナメント2回戦、関根雄一対真下健吾。果敢に攻める関根、ドラゴンシュートを決め真下から勝利、前年度覇者を破る大金星を挙げ準決勝戦進出です。トーナメント2回戦、佐藤悠基対カジトマト。ここで佐藤の本領発揮、反則技である狂気ミラクルロッドを決め準決勝戦進出です。トーナメント2回戦、日野雄二対朝日しおり。この戦いは5分2カウントルールの延長戦へ突入。日野のスタンディングドラゴンスリーパーから逃げることができず朝日はギブアップ、日野雄二が準決勝戦進出です。勝ち上がったのはこの4名。ここから行われる準決勝戦と決勝戦は時間無制限一本勝負で行われます。海王トーナメント夜の準決勝戦、タンク長井対関根隆一。激
激しくぶつかる両者でしたが、試合が進むにつれタンクが畳みかけます。スピアタックルを決め3カウント、タンク長い決勝戦進出決定です。そしてもう一つの準決勝戦、佐藤悠基対日野雄二。ヘビー級の日野に対しやや分が悪い佐藤、しかし間がつきが介入し日野を潰しにかかります。なんとか振り切って日野を襲ったのは佐藤のキラキラパウダー。そのままスリーカウントを決め佐藤が決勝戦に進出です。そして海洋トーナメント決勝戦、タンク長井対佐藤悠基。間がつき同士の対決となった今年の海洋トーナメント決勝戦、ここまで3試合を勝ち上がってきた2人。試合は狂気の使用やセコンド介入など卑怯な手は一切ない決勝戦にふさわしい戦い。最後はダイビング戦闘を決めタンクが勝利。今年の海洋トーナメントはタンク永井が優勝しました。試合後、一回戦誰だった？高道だけ。あいつよ、ベルト持ってないな。おお。高さん、頂戴させてくださいな。いいのか、俺のパートナー。メンズレイさんだけど、いいのかって言いたいでしょ。もちろんだよ。俺とマシモで挑戦決定でいいですね。でもやってやるよ。次、ビッグショーは TKP。 OK、 挑戦決定だよな。俺もよ、TKP でシングル挑戦してやるよ。あ、いいよ。いいよ。おう、 OK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 。 TKP がこいつのアタック乗って俺がシングルのベルト巻いてまたマガツキが一番になってやるよ。佐藤はマシモとタクオザに挑戦を表明。そしてタンクは昨日の持つストロンゲスト系のベルトに挑戦を表明しました。おいいか、お今日よ、海洋トーナメント優勝してお海洋になったのはよこの俺だよ。ストロンゲストワン、オーケー、俺が一番強いってことが証明されたな。おでもよ、この団体にはまだもう一個ベルトなんだ。ストロンゲスト、それにも挑戦してそれを取って本当に一番強いのが誰かっていうのをよ証明してやるからよ。おう、俺の戦いをよ見てろよ。千葉がプロレスで熱くなり、9月6日はこの夏最大のビッグショー TKP ガーデンシティ千葉大会開催です。早くも2大タイトルマッチが決定しました。ストロンゲスト系王者日野雄二にタンク永井が挑戦、ストロンゲスト系タッグ王者高道の組メンズ帝王組に真下健吾佐藤悠基組が挑戦決定。間がつきがベルト総取りを狙います。またシングルマッチ関根龍一対小高勇も決定。そして9月17日は K アップインパクト8、こちら全カードが決定。越中志郎、吉江豊はじめ豪華参戦選手が揃いました。 K アップインパクト8は新宿フェイスにて19時より開催、お見逃しなく。海援隊道場次回大会は8月15日クラブ K3000、そして翌日16日は千葉発見伝員長良町大会です。 TKP でのビッグショーに向け動き出した海援隊道場、皆様のご来場お待ちしております。